一つだけ知りたいよ神様がいるのなら幸せの定義って何仲間たちはそれぞれ守るものを手にして もし半世紀もエジソンが生きてたら時間旅行もできたかもなってさ希望と憂鬱とのバランスなくしてから もうどれくらいだろう気づけば夢の経過を告げる同窓会にも行かなくなった不確か